どうも、建築もののキッシュでございます。今日はですね、四ツ谷に来ております。今日来ているお店はですね、洋食のエリーゼというお店でございます。本当に普通の町場の洋食屋さんなんですけれども、昼時はですね、この界隈のサラリーマンの皆さんがですね、30分ぐらいの行列を作ってまで、昼飯を食う、そういうお店です。僕、覚えてました？いや、覚えてました。まあ、僕やるようになって12年ぐらい前からもうずっといらっしゃるんですよね。たまにですけど、うちのハンバーグはもう当たり前のことで、当たり前にまず注文が入ってからまあ、までを成形して、お客さんの目の前で焼く、仕入れの方も値段はそのままにもう和牛をなるべくたくさん入れて甘みを出して、豚肉も冷凍も使わないで国産の豚肉、あとはしょっちゅう来てもらいたいから、あんまり脂っこい買ったり黒かったり生クリームとかバターたっぷり入れたりしよう、そういうのも極力下げて、あんまり上品すぎてる感じ、また食べたい、いつでも毎日食べたいっていう、そういう風にはならないじゃないですか。やっぱりこう丁寧に作っていただいてるというのはすごくよくわかる。それがいいですよね。ハンバーグにカニクリームコロッケをですね、トッピングしていただきました。本当はカニクリームコロッケ別皿で出てくるんですけれども、一緒に乗っけてもらいましたので、早速いただいてみたいと思います。この黄身をですね、切ります。黄身と一緒にこうカットすると、この黄身がですね、トロ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 っとこう出てくる。これがいいわけですよね。こんな感じです。じゃあいただきます。めちゃくちゃうまいんですよ、これ。柔らかいし、このハンバーグはですね、牛7、豚3の割合で合いびきを使ってるそうです。噛むとね、肉汁がバーッと出てくるんですよ。これがね、またこうデミソースとかとこう絡まったところがね、またたまんないのよね。うまい。このカニクリームコロッケもいきたいと思います。サクサクでトロトロ。俺的には毎日これでもいいです。止まらないで、一気に食っちゃう、ルンルンしちゃう、ルンルンしちゃう。素晴らしい、うまい、うまいから。シンプルな作り方なんですけど、合いびきならではのですね、肉汁がこうずっとこうですね、丁寧に作ったデミソース、目玉焼きのですね、卵の黄身がこう絡んだところがもう最高にうまいわけです。毎日食っても飽きない、洋食のエリーゼでございます。何食べてもうまいんで、ぜひ期待していただきたいと思います。いつもありがとうございます。またよろしくお願いします。また来ます。ありがとうございます。